ナショ文字が使われた松下電工国民ソケットの広告ナショ文字が使われた国民ソケットのポスター A マークとナショ文字を使用した店舗看板ナショ文字は松下電気産業のブランドナショナルのロゴマークとして1937年に制定され同社のロゴを呼び展開する商品名やサービスのロゴとして広く使われていた書体である 1959年には、ナショ文字のロゴとナショナルの頭文字の N を組み合わせた N マークが制定され、ナショ文字と共に長年にわたり、同社のロゴマークとして親しまれた。ナショ文字、N マークの名称は、パナソニックの公式ウェブサイトにも掲載されている。松下電機や松下電工の社名表記にも、一時期はナショ文字が採用されていた。ナショナルイと呼ばれることもある。 使用期間に製造された商品には、ナショナルの文字かロゴがすり込まれていた。ナショ文字が表だって、使用終了となった後の製品でも1991年頃まで使用されている例もあった。屋内配線器具や局一部のテーブルタップには、ナショナルブランドが消滅する2008年頃まで、ナショ文字が使用されていた。当時の製品には、ナショナルと書かれた文字の横に、 当時のナショナルのロゴ N マークが併記されていたほか、N マークのみが記載された製品も少なからず存在する。ナショナルブランド廃止まで家電量販店で使われていた例も存在する。現在でも街などの古いナショナルショップにもナショ文字が使用されているシャッターや看板がある。時代や場合により見た目が少し縦長だったり線が多かったり少なかったりと体裁が多少異なる。 中国市場では2018年現在も社名表記などに継続して用いられている。テレビ CM におけるナショ文字の使用は1956年から1987年後半頃までである。ありがとうございます。